どうも、丸柴健です。今回ですね、サイモン・ジャップさんと DJ 豊さんがヒップホップ50周年のドキュメンタリーを作るということでですね、自分もちょっと応援させてもらえたらと思って動画を撮らせてもらってます。ヒップホップが好きな人もヒップホップが好きじゃない人も、ヒップホップの歴史、文化、そういうものが分かるような、作品を作るというふうに話を聞いたので、僕も頑張ってほしいと思って、今ここでちょっと喋ってるんですけども、ちょうど用事があって小山台っていう場所に来てるんですけど、ここがサイモン・ジャップさんの地元で、簡単に言うとここがルーツなわけですね。でヒップホップもルーツとか、やっぱりそういうお世話になった人とか、その最初の時に抱えた気持ち、自分の人生みたいなものが、すごい大事になってくる音楽なので、今すごいヒップホップ流行ってるんですけど、それがどういうものなのかっていう、今この流行ってるヒップホップがどういうところから来てどういう風になったかっていうのが全部わかる作品になると思いますので、今クラウドファンディングやってるんで、ぜひ俺と一緒にご協力してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。